この葉の里に潜入したイタチ、大好物が我慢できずにバレルに対するみんなの反応を見ていくぜ。キサメどうだ、この葉で一番うまい団子の味は。怪しすぎる。金銭に触りますよ。ここに関しては馴染みの団子屋で大好物だから寄っただけなのがひどい。そんな設定あったのか。お店の人も久しぶりに来た常連さんがなんか怪しい格好して、しかも魚人連れてきて困惑したろうな。誘ってくれたのはキサメ側だし。あの前の、はここか。久しぶりだとか思ってたのかな。そしたらやったあそこの団子食える、とか思ったのかな。まあ悪役しててもそういう心の潤いは大事にしていきたい。意外とお茶目だよねイタチ。いつものを頼む。イタチが団子食ってるってだけで面白い。三色団子が大好物って書かれてたのは何だったかな。世の中の世相を団子に見出してて、厳しい世の中でも団子は甘くて美味しいから好きとかいう理由だけど。言われてみればこの場面って最初のコマのセリフ通りに、久しぶりの帰郷だから団子屋寄ってお茶してただけなんだな。キサメさんは気遣いができる人。こいつら可愛いな。キサメ気配りの天才だな。公式ガイドブックに趣味が甘味どころ巡りとか書かれてた気がする。思ったよりだらせん近いな。暁マントってこの時まだ周知されてなかったんだっけ。くだらないことをしている場合かとか言いそうなのに、普通にチャオシバク程度には団子好きな兄さん。育ちの良さが伺える。あざとすぎる。観光か。観光だよ。俺まだ生きてるから余計なことすんなよって団蔵に顔見せに来ただけだし。お団子美味しい。わざわざここで暴れてもいいのに、そっと人気のないところに行くのもできる相棒ムーブだぞ。暁ローブはともかくサメ肌が怪しすぎる。甘みどころに入りますよ。キサメも幼少期悲惨そうだから結構甘み好きそうでな。兄さんの目的はこの葉の里に来て自分の生存アピールした時点で終わってるので、こうして趣味を満喫する。一応団蔵に自分の存在知らしめるための行動の一環でもあるが。俺まだ生きてるから三代目が死んだからって好き勝手すんなよって感じに、里上層部に釘刺しに来た。なんか里の住人に絡まれた。やべえ、カカシさんに会っちゃったよとか思ってんのかなここ。まあでも団子食ってからでいっか。甘味を味わう時くらい変化とかしないで素で味わいたいという兄さんの思い。なら仕方ないな。いい店知ってるんでしょう。案内してください。ああ見えて18だよ兄さん。年相応に遊びたい年頃だろうに。サークル暁のなんとも言えない横のつながり好きだよ。なんで見返すとシュールに感じるんだろう。イタチにとってはこの葉の里に、俺はまだ生きてるから今まで通りサスケに妙なことしたらただじゃ済まさないぞと睨み聞かせるための潜入だったから、わざわざ団子屋に寄ったりしたのも、わざと目立つような振る舞いをして気づかせる狙いがあったのかもしれない。そういう目論みもなく普通に敵地で団子むしゃむしゃ食ってるキサメは知らない。この時点で表向きの理由はキュウリの捕獲じゃなかったっけ。親しい同僚からの誘いを無下にするようなお人じゃないからだろう。キサメさんも割とフランクだし。いや、いざなったのはキサメの方。せっかくふるさとに帰ったんだし少しくらいゆっくりしていってはという気遣いで。それでイタチは自分が生きてるアピール兼ねて常人御用たち団子屋に行くことにした。斧内美13細やかな気遣いできるんだな。かなり年下なイタチがタメ口なのに敬語で話す器の大きさも持ち合わせてる。よく見るとキサメは団子注文してなくてお茶だけしばいてる。さらに言うとイタチも団子に手をつける前にサスケの話されたせいで団子食えてない。かわいそう。わたけのかかしは楽しみの茶を良いところで邪魔しに来たからな。そや72時間刺され続けるつくよみコースですわ。かかしが後ろにいてなんかわろたう。あれ、状況的にかかしがいたのって偶然だっけ。それともかかしが監視してたんだっけ。監視だとしてもかかしが近すぎるけど。もともとサスケと待ち合わせしてたし、そこに行ったのは偶然だと思う。カカシからしても結構びっくりしたろうな。イタチもキサメも顔割れてるのに目立ちすぎだろと思ったが、目立つのが目的だからいいのか。お体に触りますよ。お体に触りますよ。ずらしとかじゃなく単なる誤字が原因で触る系男子になってるキサメ、ほんとくさ。怪しい格好で食べてるの全然気にならなかったのに、言われたら気になって仕方がない。場所が忍者の里だからこの格好も周りはあんまり怪しく思わないのかな。タイミング的に他の里の人間がいて不自然が少ない時期だしな。健穏な雰囲気でなければ弔問かなで済みそう。アスマさんからどう見ても肩着には見えない格好ってちゃんと突っ込まれてる。忍者の里とて目立つ装束だったっぽいな。
サムライ8を読んだ後な成果ナルトの画像を見るとどっかおかしなところはないかと無意識に探してしまうわ。そんで案の定カカシがバレバレのクソ近距離に追ってダメだった。言われてみれば、理由はどうあれ久々に里帰りして昔馴染みの店の団子食べることができて内心めっちゃ嬉しかっただろうな。イタチ兄さん、いやこの格好でのんきに茶してんのはやばいと思ったけど、あーでもまだ暁マンと周知されてないんだっけと思い直して、いやいやそれ抜きにしてもこの格好怪しすぎると思った。ジライアが来てくれたから撤退理由ができたけど、カカシすら軽く返り討ちにするこのコンビは、ジライアが来なかったらどうしてたんだろう。イタチ的にはナルトの捕獲成功したらダメだし、まあ最後に魔像に入れるキュービをこの時点で捕まえてどうするのって感じでもあるけど、イタチは戦争しに来たわけじゃないって貴様止めてたし、適当なところで普通に撤退しただろ。カカシさんは連れて行くって言ってたから、ジライア来なかったらガイタチ無力化して情報源のカカシゲットしたし、もう帰ろうってなってたんじゃない。おかわりを頼みますよ。気に入ったのか。暁の中でもネクラでもカルト宗教でも金にうるさくもなく、フランクで相棒に気遣いもできるキサメはコンビ組むとき人気だろうな。キサメイタチさん甘み好きだけど自分からは提案しにくい性格だし、こっちから提案してあげましょう。良い店知ってるでしょうし、とかだったのか。可愛いかよ。イタチの趣味は本人とのギャップがあって笑う。傘すら取らないとか見た目が怪しすぎるから、天に入る間だけでも変化の術とか使おうよお兄ちゃん。イタチもまだ年齢的にはまだ子供なんだから、団子くらい許してやれ。甘いもの好きって設定見てからこのシーン可愛くてしゃあないわ。わらわら、オロチマルより強いって設定で出てきたからインパクトはあったな。イタチ団蔵に睨みを利かして一服してたらカカシ先生とくれない先生に会ったが、まあなんとかなるだろう。イタチ援軍のガイ先生はちょっとヤバい。本当にあのメンツの中で一番強いから困る。あとシャリンガンメタ持ってるから相性的にも良くないからな。あのレベル相手に影の方を見て戦うってやっぱりおかしいよ。足の動きや重心の移動で上半身の動きも予測できるか。アスマ、イタチカカシさんなら72時間ぶっ続けで串刺しにしても精神壊れないだろうな。カカシのメンタルはこの歯にて最強。覚えておけ。カカシがいた時は普通に食ってたけど、アスマとクレナイが来て、さらにサスケまで来ちゃったから、食べてる途中で店出ちゃったんだよね。楽しみにしてたのに。食っていなくなってたけど団子のお代払ったんか。キサメとかいう年齢で人を判断しない男。敵幹部二人が3コマ使って本当にただ団子食ってるだけって面がシュールすぎる。しかも強さは暁では上から数えた方が早い奴ら。だら線がさりげなくいるのがシュール、力高い。この後アスマに里に来た理由を問い詰められるイタチの心境を悟り、真っ先に動いてくれるキサメさんは相棒の鏡だわ。どうです？ああ、いいだろう。普通に仲良しで服は笑。お体を触りますよ。